皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。日本人は新しいものを取り入れて、それを自分たちの好みや使い勝手に応じて変化させることが得意だと言われています。医療用に開発されたウォシュレットが誕生したのはアメリカですが、日本人はそれを一般家庭用に改良し、トイレに革命を起こしました。そして今回の話題は、中国生まれのあるものが日本の魔改造によって新しい姿に変化し、その変化を目の当たりにした中国人からは、なんだこれは、まさか日本にこんなものが存在するとはと困惑の声が中国全土から上がっているというものです。日本が魔改造したものはある料理なんですが、その原型のようなものは確かに中国に存在します。しかし、その中国の原型のようなものと日本で変化を遂げたものは、中国人からすれば全くの別物で、そんなものは中国には存在しないのだとか。今回は中国人を混乱させている日本で魔改造されたある料理に関する話題と、それに対する中国人たちの反応をお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。後半には海外で魔改造されている日本発祥のものもご紹介しますので、そちらもお楽しみに。今回の動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。その魔改造された料理は、日本では一般的によく知られているもの。日本人の多くはそれを中国のものと思っていて、それが日本でアレンジされたもので、中国にそんなものは存在しないということはあまり知られていません。一方、中国の多くの人々はある理由からその魔改造されたものの名前だけは知っていました。中国の人々は名前だけは知っている、でも日本にそんなものが存在したとは知らなかった。こう聞くと辻褄が合いませんね。この辻褄が合わない日本で魔改造されたものとは、天津飯。この天津飯騒動は、ある中国人が天津飯の作り方をネットに投稿したことがきっかけで始まりました。天津飯は日本の中華料理店ではおなじみのメニュー、そして中国では有名な日本の漫画でアニメ化もされているドラゴンボールに登場するキャラクター天津飯として、その名前だけはよく知られていました。しかし、中国の人々にとって天津飯とはあくまでドラゴンボールに登場するキャラクターの名前。日本にそんな料理が存在するとは知らない人も多かったのです。しかもその名前に天津という名前がつきながら、中国の天津には天津飯という料理はなく、似たような料理もないことから、天津飯を紹介した動画を見た人々からは、この天津飯とは何なんだという困惑したコメントが多く寄せられました。それでは早速、寄せられたコメントの一部をご紹介していきたいと思います。何なんだこれは、僕は天津の出身だがこんな料理は見たことがないよ、似ている料理も知らないね。ドラゴンボールの天津飯はこの天津飯という料理に由来しているのね。そんな料理がこの世に存在するなんて初めて知ったわ。天津の人たちも驚いているだろうね。この料理と天津に何の関係があるんだ、いつの間にこんな料理が日本で普通に食べられるようになったんだってきっと思っているよ。ドラゴンボールの天津飯と同じ名前の食べ物が日本にあったのか、まさかこんなものが存在するなんて驚きだよ。逆だろ、天津飯という食べ物があったから、あの登場人物は天津飯と名付けられたんだよ。動画を見たんだけど、簡単に作ることができて美味しそうに見えたわ。日本へ行った時に食べたけど、すごく塩辛かったわよ。天津市民としては、もっと美味しい料理に天津という名前を掲げてほしかったわ。日本には欧米の料理をアレンジしたオムライスという料理があるけど、それの中華版が天津飯かなって思う。天津飯は中国料理じゃない、似て非なるものってやつさ。原型は風洋杯だと思うけど、料理としては全く別物だね。広東料理のワッタン飯に近い料理かな。天津飯は日本の中華料理店へ行けばどこでも食べられるよ。天津飯という中国人が知らない中華料理、多くの中国人が興味津々のようですね。天津飯といえば、野菜とカニの身を卵とじにし、ご飯の上に乗せて、
その上からとろりとあんをかけた料理。天津飯は日本の中華料理店ではありふれたメニューですが、あの広い中国全土を見渡しても同じような料理は存在しない。日本で生まれた中華料理なのです。では天津飯はどのようにして日本で誕生したのでしょうか。天津飯の誕生には関東説と関西説があります。関東説で天津飯が誕生した店と言われているのが来来軒。来店客から早く食べることができる料理を注文され、カニ玉をご飯の上に乗せて酢豚のあんのような甘酸っぱいあんをかけた料理を提供したのがその始まりと言われています。そして関西説では大阪の大正軒が天津飯誕生の地と言われています。大正軒では戦後の混乱した時代に中国の丼物を参考にしてご飯の上にカニ玉を乗せてあんをかけた料理が誕生しました。これが天津飯になったと言われているのです。ただ中国でカニ玉に用いられるワタリガニは高価だったため、大阪でよく取れていたカワツエビがワタリガニの代用品とされていたそうです。関東風天津飯と関西風天津飯の違いはあん。関東風のあんは酢豚のような甘酸っぱい味ですが、関西風は醤油ベースや鶏ガラスープをベースにしたあっさりしたあんに仕上げられています。さて中国人からのコメントでは、天津飯の原型は風陽杯ではないかと言われていましたね。カニの身と野菜を卵とじにし、その上からあんをかけた料理を風陽杯といい、これは中国料理としてよく知られているのですが、この風陽杯をご飯の上に乗せた料理は中国には存在しません。風陽杯だけではなく、広東料理のワッタン飯も天津飯に近い料理とコメントされていましたが、ワッタンとは半熟の卵にあんを絡め、それをご飯にかけた料理全般を指します。ではご飯の上にカニ玉を乗せてあんをかけた料理がなぜ天津飯と呼ばれるようになったのでしょうか。天津は中国の華北地区北部の港湾都市で、中央政府の直轄都市。天津という地名は明朝の永楽帝がその地を通ったことから、天使が通られた港という意味で天津となったと言われています。そんな天津の三大名物はコープリパオズ、マーファー、アンドゥオヤーン。大雑把に言うと、コープリパオズは肉まん、マーファーはねじった小麦粉を油で揚げた揚げ菓子、アンドゥオヤーンは甘いあんをもち米で包んで揚げたお菓子です。天津飯は天津飯と名付けられながら、天津の名物にその名はなく、寄せられたコメントによると、天津出身の人も見たことがない料理ということでした。そんな天津飯ですが、名前の由来となったのは天津風陽杯老飯という料理だそうです。これは戦後の物資が少ない時代に食べられていた料理で、天津から輸入した米を炊き上げ、その上に風陽杯を乗せた料理のことで、この天津風陽杯老飯が略されて天津飯と呼ばれるようになったと言われています。さて中国には存在しない料理天津飯には、まだまだたくさんのコメントが中国人たちから寄せられているので、もう少しご紹介していきたいと思います。天津に天津飯という料理はないけど、本当にありそうな料理名だ。なかなかうまいネーミングだよ。アメリカにはアメリカ生まれの中華料理ビーフ&ブロッコリーやオレンジチキンがあるが、天津飯はそれと同じように魔改造された日本生まれの中華料理ってことだな。かつて日本には炒めるという調理方法はなかったんだから、天津飯は中国料理ということができると思うんだが、ところで素朴な疑問なんだけど、中華料理と中国料理を日本人は使い分けしているのかな。地元の北京ダックのお店には天津飯が逆輸入されてメニューに並んでいるの。日本の天津飯は食べたことがないからわからないんだけど、中国のお店の天津飯は私たちの好みに合うようにアレンジされているのか、とても食べやすくて美味しかったわ。天津飯は日本で生まれて日本人の好みに合わせて作られた料理。そのルーツが中国にあると言っても、天津飯は日本料理だよ。日本に天津飯という謎の料理があると知って日本に食べに行ったんだ。店に入って天津飯を注文し、
中国から天津飯を食べに来たと話すと、どうしてわざわざ日本まで食べに来るのと不思議そうな顔をされた。日本人は天津飯は中国料理と思っているんだね。日本で天津飯を食べたことがあるが、カニ玉に火が通りきっていなくてドロッとした感じだった。そのドロッとした卵が生臭く感じられたので、苦手な中国人も多いと思う。コメントの中に中国料理と中華料理という言葉がありましたが、日本の飲食街でも中国料理、中華料理という2種類の看板を目にします。中国料理と中華料理、この違いはどこにあるのでしょう。中国料理と中華料理の使い分けにはきっちりとしたルールがあるわけではありませんが、一般的には中国で食べられている料理をそのまま、あるいはそのままに近い形で提供される料理が中国料理で、中国料理を日本人向けに大きくアレンジしたり、中国料理からヒントを得て日本で新たに創作された料理が中華料理とされています。このルールに当てはめると、中国料理に発想を得て日本で誕生した中国には存在しないという天津飯は中華料理ということになりますね。さて、日本には天津飯のように中国料理だと思っていたが、実は日本で創作された中華料理だったという料理がいくつかあります。例えばエビを辛いソースで炒めたカンシャオシャーレンから日本で創作された料理がエビチリで、これは四川飯店の創業者である陳建民氏が考案したと言われています。また仙台市の中華料理店龍亭が考案した冷やし中華も中国には存在しません。中国では涼拌麺という料理で上海料理にも存在しますが、こちらのタレはごまだれなど濃厚なもので、醤油とお酢をベースにさっぱりと仕上げられた日本のものとは全く異なります。この他にもサンラータン麺、中華丼、汁あり担々麺なども日本で生まれた中華料理なんだそうです。このように日本では中国料理から発想を得て多くの中華料理が誕生しましたが、海外では日本料理も驚くようなアレンジが加えられていることがあります。最後にそんな日本料理を外国人たちから紹介していただきましょう。イギリスでは野菜餃子に甘辛い照り焼きソースをかけたものが人気だ。ブラジルのすき焼きに生卵はない。その代わりというわけではないが、鍋にバターを加えるんだ。材料にはブロッコリーやカリフラワーなんかも使われる。ブラジルのカリフォルニアロールにはマンゴーやイチゴが使われている。巻き寿司に衣をつけて揚げたホットロールってのもあるぞ。軍艦巻きもバリエーション豊富で、サーモンプラスイチゴプラスクリームチーズという変わり種もある。台湾のお味噌汁には白味噌が多いから甘いの。具にはアボカドが使われていたり、アクセントにレモン汁をひと絞りする人もいるわ。フランスにはチーズを牛肉で巻いた焼き鳥がある。鳥は一体どこへ行ったんだ。海外のアレンジの中には、これがあの日本料理と思ってしまうものもありますね。同じように中国の人々も日本でアレンジされた天津飯を見て、これがあの料理かと困惑してしまったのでしょう。伝統は伝統として守ることも大切ですが、国や地域によってその姿が変化していくのも料理の面白いところですね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。